ギリシャ王国は、ギリシャ独立戦争により、オスマン帝国から独立したギリシャに設けられた王国。列強諸国によって、バイエルン王国、デンマークの王子が王に据えられたため国内での支持基盤が弱く、政変が相次ぎ安定しなかった。1832年2月6日、バイエルン王国より、ギリシャ王となるべく王子をトーフォンビッテルスバッハが、カリシュトナフプリオへ、 列強的な歓迎の中、到着した。ギリシャは、独立したとはいえ、列強国イギリス、フランス、ロシアとバイエルン政府が、署名した条約により、列強三国の介入が認められていた。後に、首都は、この時代にはもはや一貫村に過ぎなかったアテネに、決定されたが、これは古代ギリシャをモチーフにしたものであり、古代ギリシャからの脈々と受け継がれた、 ギリシャの歴史が継続されたものであることを示そうとしたものであった。しかし当時のギリシャはアルタからボロス北部を結ぶ境界線までのギリシャ本土、ペロポネソス半島、キクラデス諸島に限定されていた。ギリシャはあくまでも保護国に過ぎず、政治的にも経済的にも外国や外国人に拘束されていた。また、オソギ世は、 即位時にはまだ16歳でオソン一世に先んじて、ギリシャ入りしていたヨーゼフルートビヒフォン・アーマンスペルク、伯爵、法律家、ゲオルクルートビヒフォン・マウラー軍人、カール・グスタフ・ハイレックらが摂政として選ばれ、オソン一世が成人となる1835年まで、彼らがギリシャの舵取りを行った。独立戦争中、ギリシャ人らはイギリス派、フランス派、ロシア派に分かれており、 さらに自らの持つ利権を守るために対立しており、摂政たちは強力な中央集権体制を目指し、軍の改革には断固たる態度で挑んだ。政治のあらゆる部分において、ギリシャ人は排除されており、オソン一世が政治にして、申請を開始してもバイエルン人による独占的な支配に変化はなく、ギリシャ人の不満が募りつつあった。 遅いん一世到着後、摂政評議会が設立され、アーマンスベルク伯爵が議長に就任した。さらに、ギリシャ省が設立され、ギリシャ人が歴代局長を務めたが、これは名目上のものに過ぎず、摂政らが権力を握っていた。さらに地方は10の県に分けられ、さらにその下に軍が形成された。さらに軍は市町村に分けられ、 国王がその長を任命することになっていた。そのため、それまで自治権を持っていた町の自治も廃止され、西欧風の組織づくりがなされたことにより、ギリシャの監修や伝統は無視され、住民局がこの管理を行ったが、この局長には、フランス人、アレクサンドル・ル・ジュー、ギュスターブ・デシュタルが着任。この二人は、アンリド・サン・シモンの弟子であった。 ナフプリオに到着した王を迎える民衆さらに、アリオスパゴス裁判所が設立され、第一審裁判所、軍法会議が3カ所に、構訴院2カ所、そして派遣ンが設けられた。法律は1835年2月23日に、政令が交付されたことにより、ビザンツ帝国の法制、判例が導入されたが、監修法に従うことも認められていた。ただし、 当時の法学者によればこの精霊は、ローマ法が基礎を成しているとしているが、結局、初期においては、憲法は制定されなかった。さらに教育の分野でもフランス、ドイツの制度に基づいた、公教育の基礎が設けられ、県中心部には3年生のエリニカスホリアと4年生のギムナシアが置かれ、さらに1837年には、アテネ大学が、初の国立大学として創設されて、 ギリシャ人のサイヘレニズム化が進められ、古代ギリシャ文化やカサレブサの研究に重点が置かれた。そのため、王国外のギリシャ人らもアテネ大学で学問を学び、卒業後は各地でヘレニズムの福音を伝えた。ギリシャ教会については1821年にはすでにオスマン帝国の圧力を受けたコンスタンティノポリス総主教が、 すべての指導者を破門したことにより、独立状態と化しており、独立戦争時は無秩序が支配していた。そしてヒキリスト教国である、オスマン帝国支配下にある教会に従属させることは、できないとして、そのため法律家マウラーは、新たな規則を提案、主教会議において、ギリシャ教会自体が主張であり、国王が任命する、教会会議が運営することが決定。 コンスタンティノポリス総主教の同意を得ることなく、独立したものと法律により規定され、コンスタンティノポリス総主教の管理下から抜け出すこととなり、ギリシャ正教会を編成した。この改革により6名未満の修道院が廃止、その財産は国家へ移され、82の修道院、3つの2層院が残ることとなった。さらに、教育事業も国家へ移され、これにより、 各種学校が、教会の手から王国に移ったため、西洋風の制度が敷かれることとなった。摂政らは独立戦争で活躍した、ギリシャ武世紀軍、正規軍らが違法行為を行って、秩序を乱していることから1821年に、恩赦を発令、山賊と化した元兵士や難民と化していた農民らを、許したが、 音社以降に犯罪を犯した場合は、厳しい法律でこれを取り締まることにした。そのため、不正規軍、正規軍は解体され、十大隊のエウゾヌが編成されたが、部隊には、バイエルンで重保した、志願兵に置き換えられた。さらに主要な地位には、バイエルン、イギリス、フランスの軍人がついたため、ギリシャ人兵士はこの中には千人程度含まれているに、過ぎなかった。 そのため、ギリシャ人、兵士1万人が追放されることとなったが、ギリシャ人の多くが、独立戦争時の功績を認められなかったため、この軍に参加することを拒否して、武装集団を形成、時に政治に介入するなど19世紀のギリシャの安定化を阻む問題と化した。1835年の時点で、憲兵隊を合わせて7000人が、ギリシャ軍に所属していたが、 この大部分が傭兵であったため、ギリシャの国家財政を著しく圧迫することとなった。そして1838年に、バイエルン人らによる部隊がギリシャを去ることになったが、歴代陸軍大臣は、バイエルン人が務めた。当時のアテネを描いたもの当初、独立戦争で受けた壊滅的な打撃とギリシャの商業中心地であるスミルナ、テッサロニキ、コンスタンティノープルなどが、 オスマン帝国支配下であったため、イワニス・カポディストリアス率いる、共和制時代からの懸案である国土の復興と、経済基盤の形成が急務であった。そのため、国庫制度が制定されたが、これは、オスマン帝国時代のものとほとんど同じもので、場合によっては解約されていた。直接税としては、農業生産に対する10分の一税が主要なもので、あり、 国有財産の使用することにより発生する税と合わせて税収入の25%を占めていた。間接税としては輸出入に関する税と価格に応じてかかる関税などがあったが税収入のほとんどが現物で納められた。またギリシャの保護者である列強から60億フランの借金を得ることに成功したがこれは軍隊の維持費や借金の利息。 焼却に大部分が消えた。そこで改革が行われ、不正な土地の売買の監視や、大土地所有者から土地を取り上げ小作能を形成することによる税収増加を図ったが、ギリシャ人らの抵抗により税収が上向くことはなかった。結局、公に政府の会計が公表されたのは、折衝性導入後4年経ってからであったが、財政の管理が不完全であり、 摂政らが財源を浪費したため散々なものであった。さらに摂政らは貧困家庭への支給法を交付して元兵士らの救済を試みた。しかし、この法律は結局機能せず1862年の時点でも国土の35%が国有地であり農民20万人が所有する土地は16%に過ぎなかった。 そして農民らのほとんどが、小坂実りであり、十分の一税の他に、事務に収穫物の30%を納めなければ、ならなかった。結局、税金を払っているのはごく一部の農民たちであり、国家の税収が上向くことはなかった。後に、大倉省や会計検査院も設立されたが、財政が安定することはなく、お損一世一世下の国家財政は常に、 破産状態であった。クリミア戦争とその講和条約であるパリ条約の締結によりイギリス、フランスによる近東エジプト、バルカン半島への進出が活発化、これに伴い同じ地域へ進出していたギリシャ商人らの活動も同じく活発化していた。そのため、 ドナウ川を行き来する船舶3000隻のうち2000隻がギリシャに所属しており、国会での商行為の大部分をギリシャ商人らが占めていた。さらに、エジプトのアレクサンドリアにおける輸送の3分の一を占めていた。これは、イギリス、フランスによるオスマン帝国再編成の試みが、この発展を支援することになり、1855年には、 オスマン帝国とギリシャの間では通商条約が結ばれた。このためギリシャはオスマン帝国内におけるイギリスの活動へ参加することが可能となり1860年以降はイギリスの会社による活動に共同出資者として参加するギリシャ人らも現れた。当初はゆっくりとした経済発展も1856年以降急激に加速を見せ、 1838年の時点では、商船総トン数85,502トンであったのが1858年には368,600トンに増加していた。そのため、港湾設備の充実が行われ1859年以降、港湾設備の建設、電気通信設備、郵便事業、道路網整備、旧式な関税制度の廃止などが行われた。 ことによりさらに小活動が活発化することになった。そのため1838年の時点で、住民一人当たり輸入25.8ドラクマ、輸出8.03ドラクマの値であったのが1851年から1860年の期間には、輸入27.5ドラクマ、輸出14.98ドラクマに増加していた。そのため、オリーブ油、ワイン、 ブドウ等輸出用商品の生産が増加しており、富裕層である地主らの高地面積は1860年の時点で1840年の倍となっていた。これには人口増加も伴い、1840年の時点で85万246人で、あったのが1861年には109万6810人にまで増加した。1834年には、 マニハン島において反乱が発生し、1836年にはアカルナニアで反乱が発生、そして1839年には親政教陰謀が発覚。さら1840年、オスマン帝国とエジプトとの関係が悪化すると、クレタ、テッサリア、マケドニアでは騒動が発生、ギリシャ全域に不穏な雰囲気が漂っていた。1833年夏、 バイエルン人支配下のギリシャに苛立ったコロコトロニスが、ロシアの支援を受けて、クーデターを起こそうとしたが、コロコトロニスは捕らえられた。彼は死刑を宣告された後、オソン一世により減刑された。さらに散発的な反乱や違法行為は続いており、社用の国、オスマン帝国との国境では、 ギリシャ武聖機軍がトルコへ侵入、イピロスへ侵入して、アルタを略奪するなどの行為を行っていた。そのため、その討伐に、オスマン帝国がギリシャ領土に侵入するなどギリシャは常に無秩序に悩まされた。さらに摂政たちの間でもさかいが発生しており、1834年、アーマンスペルクはマウラー、ハイデックラを更迭して、自らが、 ギリシャ王国の支配者と化した。さらにアーマンスペルクは、コレッティスを、パリ公使として、ギリシャ本国から引き離して政治に関わらせないように、した上でアーマンスペルクに従順なアレクサンドロス、マブロコルダトスを利用した。1835年、オソン一世が成人になるとアーマンスペルクは、自ら、第一首相という肩書きを設立して、自らの権力を保持したが、 政治的には無能でしかも傲慢な性格は、周囲との圧力を生んだ。翌年に、オソン一世が妻を探すために、ミュンヘンへ向かった時、父である、ルートビヒ一世に、アーマンスペルク鋼鉄の許可を求めたが、ルートビヒ一世はこれを認めた。1837年2月オソン一世は、オルデンブルク家のアーマリアと共に、ギリシャへ帰国したが、この時、 バイエルンの騎士ルートハルトを伴っていた。そしてアーマンスペルクは更迭され、第一首相は廃止された。しかし、ルートハルトも結局、アーマンスペルクと同じく恣意的絶対主義でギリシャを支配しようとした。しかし、憲法を望むのはギリシャ人だけではなく、イギリス政府も同じであり、イギリスは公使を通じてギリシャへ抗議した。そのため、 ルートハルトも一年と持たずに、辞職、1847年12月、その後任に、初のギリシャ人首相として、コンスタンディノス・ゾグラフォスが就任した。イギリスのパーマーストン外相は混迷するギリシャに、対して、立憲議会の開催を求めたが、オソン一世はこれを拒否、バイエルン人による統治を続けていた。さらに、ギリシャ王国のギリシャ人らは、 オスマン帝国支配下のギリシャ人よりも過酷な生活を強いられており、1830年代初期には、オスマン帝国から移住するよりも、ギリシャからオスマン帝国へ移住する人が多い状態であった。その中、カポディストリアスの元部下やコロコトロニスの後を継いだ、アンドレアスメタクサスに率いられた、ロシアハラは手を結んで、オソン一世をギリシャ政教へ回収させることを目論んだ。 これには、バイエルン人の追放を望む、立憲主義者らも協力したため、反カトリック運動は急進化することとなった。1841年7月、オソン一世は、閣僚から提案された、立憲制への移行を拒否、提案を行った、ギリシャ人外相、アレクサンドロス・マブロコルダトスを解任した。しかし、この行為によりギリシャ人が軽んじられ、 さらに借還返済のために財政が引き締められたことにより、オソニッセイへの不満がさらに高まりを見せることになった。宮殿に到着したカレルギス窓にはオソニッセイと非アマーリア。バイエルン人摂政らによるギリシャ支配はギリシャ人らの不満を引き起こしていた。そしてギリシャ独立後にギリシャへ移住したヘテロフソンらが 王国政府の高い地位を独占していたため、独立戦争を戦い抜いた軍人らは、自らの地位を奪い取られたとして、不満を抱いていた。さらに、ギリシャが破産状態であったため、税金も過酷であり、軍事支出への法外な負担、列強からの借款の利払いに費やされたため、世論も不満が高まっていた。そして、列強三国もこの状態に不満を抱いており、 不満を持つギリシャ人らの反体制運動に対して支援を行っていた。特にイギリスは強く支援を行っており、イギリス総督府はその司令部と化していた。さらにイギリスは当時統治していたイオニア諸島において自由主義的改革を行い、イオニア議会会員ではギリシャにおいて大議制を導入することを討議したが、これはギリシャの立憲主義者を刺激することになった。 1843年、1840年に始まったヨーロッパ経済不況の煽りを受けていた、ギリシャ政府は破産を宣言、列強3国に信用菓子を行うよう申し出たが、列強はこれに対してギリシャ全資産を借金に補填することを決定した。しかし、この条約が批准される予定であった1843年9月3日、アテネにおいて、 ヤニス・マクリー・ヤニス・デミトリオス・カレルギス、アンドレアス・メタクサス・マブロコルダトス、コレッティス・ラによる、無血革命が発生、民衆もこれを支持した。革命軍は宮殿を包囲した上で、三寺院を召集、オソギッに対して、憲法を制定することを求める、要望書を提出した。オソギッはこれに対して、小さな抵抗を行ったものの、結局、これを認めた。 そのため、国民議会が憲法制定のために招集された。国民議会は、イギリス首相、ロバート・ピール、フランス外相偽造の助言、勧告を受けており、イギリス派であるマブロコルダトスと、フランス派であるコレッティスラが、主導権を握った。そのため、イギリス、フランス両国が同意していた国王の拒否権と、大臣の任命権が認められ、さらに、 偽造が主張していた王によって任命される、終身議員で構成される上院が創設されることが議論された。結局、半年に及ぶ議論の後、1844年3月に憲法は交付された。憲法には、市民平等、個人の自由、出版の自由、団体の権利が保障され税金の不制限付きで、男性のみではあったが、 実質的普通選挙権が認められた。しかし立法権、大臣の任命権、裁判権は王に付随しており、さらに選挙で選ばれる会員だけではなく、王が任命する上院との二院制と規定されたため、著しく王に権利が付随する極端に保守的なものであった。憲法が制定された後、ギリシャ人が首相の座につくことになったが、 歴代首相であるフォアナリオティスのマブロコルダトス、ワラキア出身のコレッティス、アルバニア人のクンドリオティスらは、名目上のギリシャ人でしかなかった。そして、彼らのほとんどは憲法に関心を払わず、マブロコルダトスに至っては、憲法制定後発の首相であったが憲法を裏切る、行為のために辞職に追い込まれた。さらにイオアニスコレッティスが首相に就任した際にも、 憲法を重視しなかったため、オソギッセは憲法に従うそぶりを見せることはなかった。しかし、この憲法の制定により、ギリシャ王国は立憲君主制と化した。憲法が制定され、ギリシャに立憲君主制が成立、初の選挙が行われることになったが、首相、コレッティスは、ありと、あらゆる手段を駆使して対立者を排除、選挙に勝利して、 権力を握ることとなった。さらに今度は、バイエルン人を排除した、ギリシャ人政治家による、独断政治が行われ、コレッティスは、首相就任後、極端な中央集権主義者と歌オを損一斉に、政治へ介入することを求めた。そして、コレッティスは、メガリーデアの実現を願っており、国内政策に対しては、無意無策で、ギリシャの領土拡大のみを狙っていた。 そのため、憲法は事実上、無力化し、ギリシャ政治は腐敗化、一種の議会制独裁政治と化した。そして1847年に、コレッティスが死去すると、相次いで内閣が組閣されたが、これらはすべてを孫一世の意向を意向を受けた、境外化した内閣であり、しかも、短命な政権が続いたことにより、列強の介入の拡大を導き出すこととなった。 1848年、ヨーロッパ各地では、革命の風が吹き荒れていたが、これはギリシャにも影響を与えた。しかし、これは自由主義を目指したものではなく、メガリーデア実現を目指す自由主義的、保守的な動きと化した。ギリシャ、オスマン帝国国境では不正規軍団による衝突が、勃発し、メガリーデア実現を目指す秘密結社が暗躍したが、これは、 オスマン帝国内のギリシャ人に対する憎悪とイギリスの怒りを招いたに過ぎなかった。さらに、オスマン帝国をめぐって、イギリス、フランス、ロシアら列強による競争がこれに拍車をかけることになり、オソンッセイは立憲君主主義者らの暗躍を嫌って、ロシアに接近を試みていた。列強の中でもイギリスは、ギリシャの自由主義的改革を望んでおり、 絶えず借款の利払いを求めていた。そしてヨニア諸島の一部であると主張していた、ペロポネソス半島沖合の小島二箇所やギリシャ王室が差し押さえた土地への保障などを求め、さらにドン・パシフィコ事件の保障を求めた。オソニッセイとギリシャ政府は当初、これに対してのらりくらりと交わし続け、後には抵抗を強めたが、そのため、 イギリスのパーマーストン外相はギリシャにおける影響力の確立することを決定。1850年4月から7月まで、イギリス艦隊はギリシャ封鎖を実施、ピレウス港を封鎖して、イオニア諸島のギリシャ人の放棄を鎮圧した。これには、ルイ・ナポレオン率いるフランスが積極的に介入し、ロシアが厳重な抗議を行ったことにより解除されたが、この政策は、 ギリシャ人らに反発をもたらしただけであり、世論はロシアへ向き、皿を孫一世の人気を高める結果となった。そのため、ロシアは、借款の元理を、放棄、さらに、ギリシャ聖教会とコンスタンティノポリス宗主教との間を取り持ち、1850年1月29日に、ギリシャ聖教会の独立が正式に認められ、コンスタンティノポリス宗主教は、 ギリシャ大主教を議長とする主教会議のもとにギリシャ正教会が自主独立したとする主教会議令書を発したがこの出来事はロシアがイギリスに代わってギリシャの保護者となったことを示していたこれらイギリスロシアの活動によりクリミア戦争が発生すると1854年ギリシャはロシア側につき当時オスマン帝国領であったイピロステッサリア マケドニアでは、放棄が発生。オソニッセイは、メガリデアを支持して、ギリシャ不正規軍が、オスマン帝国領へ侵入することや正規軍が、不正規軍を補強することを黙認。さらには、クレフテスや、大学生らが、ゲリラ部隊に参加、イピロス、テッサリア、マケドニアに侵入した。しかし、この放棄は、オスマン帝国軍によって鎮圧され、さらに、 イギリス・フランス両国は、イピロス、テッサリア、マケドニアにおける、ギリシャ人の包義に対してもピレアス港を閉鎖して、ギリシャに中立宣言をさせ、オスマン帝国の維持を図った。そしてクリミア戦争が終了した後もイギリス、フランス軍らは、占領を続け、クリミア戦争の講和会議でもあるパリ会議には、ギリシャの参加を拒んだ。結局、 この占領は1857年まで続き、さらに1859年までは、監視委員会が設置されたままであった。1843年以降、歴代内閣は、オソニッセイに任命されていたが、これはすでに境外化していた。特に占領軍が撤退した後、オソニッセイの政治介入が激しくなったため、クリミア戦争中に何を潜めていた反応党派の、 活動が活発化し始めた。さらにイギリス、フランス、ロシアの各派閥の領袖たちも引退し始めたことにより、西欧風の自由思想を学んだ新たな世代が西欧的議会主義を待ち望んでいた。1859年、オーストリアとイタリアの間で戦争が勃発した際は、ギリシャ人らはイタリアのジュゼッペ・ガリバルディに共鳴していたが、 オソン一世はオーストリアを支持した。そのため、オソン一世は、クリミア戦争時に得ていた人気を失うこととなった。さらに1859年に行われた選挙により、議会が開催されたが、これは、王党派と自由主義的反王党派の二つに分かれたが、オソン一世は選挙以前から首相を務めていた。 アサナシオス・ミアウリスによる内閣を1862年まで継続させた。しかし、ギリシャ内はすでに不穏な空気が流れており、王妃への襲撃事件や暴動などが発生していた。この状況の中、反王党派は独立戦争時の英雄、コンスタンティノス・カナリスを中心に結集した。オソニッセイはこれに対して和解を試みたが失敗。そのため、 1862年2月には、ナフプリオ、ペロポネソス半島の一部、キクラデス諸島の一部で放棄が発生した。しかし、この放棄は4月には鎮圧され、指導者の一人であるエパミノダス・レリーオルギスは逮捕された。オソニッセイは、情報を行って、事態を収集しようとしたが、以前としてギリシャは、危険な状況であった。さらにイギリスは、 ロシア志向のオソン一世に憲法感を抱いており、イギリスと結びついていた反王党派指導者ブルガリスが、反オソン一世運動の舵を取ることとなった。追放されるオソン一世と、ヒアマーリアその後、憲法を境外化しようとするオソン一世への不満はくすぶり続け、国王夫妻が、正教徒でなかったことが、ギリシャ人たちの不満をさらに高め、それは、反王室運動へとつながった。 1862年8月、ペロポネソス半島を、オソニッセイとその日アマーリアが行行している最中に、アカルナニア、パトラ、コリントスの守備隊が放棄した上で、アテネでもコンスタンティノス、カナリス、ティミトリオス・ブルガリス、ベニゼロス・ルーフォスラが後押ししたクーデターが発生、オソニッセイの敗位と新国王の選出、新憲法の制定を求めた。さらに、列強三国らは、 オスマン帝国の維持と自国の利益を考えたことにより、このクーデターの指示に回ったため、オソン・一世は退位を拒否はしたが、結局、故郷バイエルンに陰性した。オソン・一世は大いを追われたものの、ギリシャへの片思いは死ぬまで続き、ギリシャの伝統衣装を身につけるなどして、余生を過ごした。イギリス・フランス・ロシアは、 新たな国王に、デンマーク国王クリスチャン9世の次男クリスチャン、ビルヘルム・フェルディナント・アドルフ・ゲオルクを、選出、1863年ゲオルギオス1世として、ギリシャ王に即位した。彼は、後継者を聖教徒にするという約束を結んでおり、さらに、イギリスが1815年以降、領有していたイオニア諸島の返還を受けた。 新王即位と共に新憲法が制定され、遅に一世時代の憲法よりも王権が制限され、普通選挙が導入されたが、これはヨーロッパの中でも早いものであった。しかし、ギリシャの政局はなかなか安定せず、1880年にトリクピス率いる政党とディリアンニス率いる政党による二大政党制が出現するまで安定することはなかった。 トリックピスが政権に就くと、国内の改革を行い、借款に依存した経済の立て直し、政治の改善、国内インフラの改良に力を注いだが、対外政策での強硬手段に失敗が続き、列強への依存は深まるばかりであった。一方、ディリアンニスが首相であった時には、第一回近代オリンピックが1896年4月の実現を可能にしたことにより、 ヨーロッパ諸国にギリシャが西洋の国であることを知らしめることに成功した。しかしギリシャにおいて1870年リレー史事件が発生、独立戦争以来生き残っていた武装集団がイギリス、イタリア人らを殺害。これはヨーロッパ諸国にギリシャが盗賊どもの住下、半分野蛮な国という印象を抱くには十分であり、オスマン帝国時代から ヨーロッパの人々が抱いていた古代ギリシャへのロマンが終わりを告げることとなった。さらに、ギリシャ政府は多大な賠償金を支払いはしたが、この武装集団に対して有効な手段を取ることができず、さらに評価を下げることとなった。しかし、この武装集団はギリシャの非正規軍として今後、ギリシャ領土拡大に活躍することとなる。 ギリシャ経済においては一部工業において機械化が進みはしたがこれは工業化の促進につながらず農業においても1871年に土地分配が終了したことによる古作農の増加し1881年のテッサリア併合によって農産物の増加が見込まれはしたが自国内で消費する分しか生産できなかったまた アメリカ大陸から農産物が安い価格で輸入が開始されるようになると農産物の価格が下落しさらに通貨ドラクマが下落することとなったそのためギリシャ経済は悪化するばかりで歳入不足が続いたため歳入の3分の1が海外からの借款が上に軍事増強に5割を使用したため国内経済基盤の成長に使用されることがなかった このため、ギリシャでは、移民が促進されることとなった。クレタ島の放棄軍この頃、クレタ島は以前として、オスマン帝国の領土であったが、ギリシャへの統合を求める放棄が発生しつつあった。特に1866年の大規模な放棄は1869年まで続き、オスマン帝国、ギリシャ、そして、列強三国まで巻き込む騒動にまで発展し、ギリシャは、 クレタ島におけるキリスト教徒の迫害を根拠に、列強国に訴えたが、列強は、東方問題として混乱することを恐れ、1869年、ドイツのビスマルクはオーストリアを含めた上で、パリ会議を開催、現状維持が採用された。しかし、クレタでは1878年に再度、放棄が発生、ハレパ協定により、クレタ住民の権利が拡大したが、 1888年、クレタ議会において急進派が勢力を拡大すると、オスマン帝国はこれに対して、派兵、急進派らは、革命議会を設立して、ギリシャへの統合を主眼に置いた。1896年5月、オスマン帝国軍によるキリスト教徒虐殺事件が、発生すると、ギリシャもこれに対抗して、艦隊を派遣、列強国も、 クレタの自治化を提案したが、オスマン帝国は拒否した。さらに、翌年2月、ゲオルギオス一世は、クレタ島の占領を決断したが、列強に阻止されたが、ギリシャ北部国境において、非正規軍が集結、オスマン帝国とギリシャは一戦を構えることとなった。ギリシャ軍はこれに敗北したが、クレタ島の自治を獲得することに成功。さらに、ゲオルギオス一世の次男、 ゲオルギオス王子が、クレタ島総督として着任したが、1905年に、司法顧問であるエレフセリオス・ベニゼロスと対立。ベニゼロスが、総督の交代とギリシャへの併合を主張して、革命宣言を行ったことにより、国際監視委員会が、総督の交代とキリスト教徒の地位向上を、約束したため、ベニゼロスはこれを受け入れた。放棄の最中、エレフセリオス・ベニゼロス、 1905年さらに、北方国境以北でもスラブ系小民族が民族主義的関連から放棄を行っており、ギリシャ人もテッサリアやマケドニアで放棄を行った。1878年、ベルリン会議により、セルビア、ルーマニアが独立、ブルガリアの自治国化が決定されたが、マケドニアはこれらの国の継承地とカシギリシャは、高派的態度を隠そうとしなかった。 特にブルガリアは民族主義が急進化しており、総主教座を利用して大ブルガリアの再現を狙っていたが、ギリシャもこれに対抗。世界総主教座は民族分離傾向が進む中、ギリシャの支援を始めていた。マケドニアでは散発的な戦いが始まり、列強国も仲介を試みたが、これも進まず、結局1908年にはマケドニアで戦闘が発生。 バルカン戦争まで続いた。エレフセリオス・ベニゼロス1908年、オスマン帝国で青年トルコ人革命が発生した。これによりオーストリアは、ボスニア・ヘルツェゴビナを併合、ブルガリアも正式に独立、さらに、クレタ島もギリシャへの併合を宣言したがこれは列強により、阻止された。これにより、軍の一部がクーデターを起こし政府の改革を要求。 政府はこれを受け入れた。その後、軍と議会の対立が急進化したため、クレタ島からエレフセリオス・ベニゼロスが、事態打開のために呼び寄せられた。ベニゼロスは、アテネに到着すると打開策を提示。1910年8月8日に選挙が行われ、ベニゼロス派が勝利したが、さらに議会運営を有利に行うために、再度の選挙を行うことが決定されたが、 各政党はこれをボイコット。そのためベニゼロス率いる自由党が圧倒的多数を占めることとなり、1911年5月20日、憲法が改正された。さらにベニゼロスは社会改革と経済復興に力を注ぎ、さらに親ドイツ派が多数を占める軍幹部の反対を押し切って、イギリス、フランスの支援を受けて軍の近代化を行い、 フランスから追加の借款1億1000万フランを受けて経済復興にも成功した。1911年9月、イタリアとオスマン帝国の間で井戸戦争が勃発、オスマン帝国の落日が明らかになると、バルカン諸国はオスマン帝国の分割の協議を行っていた。そこでベニゼロスはブルガリアと同盟を結び、戦争準備を整えていたが、 1912年9月25日、モンテネグロがオスマン帝国に宣戦線布告したことにより、第一次バルカン戦争が勃発した。ギリシャは10月5日、コンスタンティノス王大使を総司令官として参加。テッサリアをブルガリア軍よりも先に占領。フローリナ、カストリアを占領。ギリシャ海軍もエーゲ海の政界権を掌握した。マケドニアはギリシャ、ブルガリア、 セルビアの軽装地と化し、各地で同盟国同士での対立が生じていた。オスマン帝国は、ブルガリア、セルビア、モンテネグロの急戦には成功したが、ギリシャはこれを拒否、イオニアの活動、アドリア海の支配確率を目論んでいた。事態収集のために12月3日に、ロンドン講和会議が招集されたが、オスマン帝国が強硬な姿勢を崩さなかったために24日には、 中断、1月21日には再び戦いが再開されることとなった。この最中、列強は和解へ向けて仲介したため、1913年5月17日、ロンドンは平条約により、第一次バルカン戦争は終結した。しかし、マケドニアをめぐる争いは終結しておらず、ギリシャは、テッサロニキをめぐって、ブルガリアと対立、同じく、 ブルガリアを脅威と考えていたセルビアと、相互防衛条約の締結に至った。しかし、この直後の1913年6月16日、ブルガリア軍が攻撃を仕掛ける事件が発生。ここに、第二次バルカン戦争が開始されることとなったが、ルーマニアとトルコが参戦したため、ブルガリアは降伏、1913年7月28日に、 ブカレスト講和条約が調印されることとなった。この戦いにより、ギリシャは、カバラを獲得、ギリシャトルコ間の戦いもアテネ条約により、11月1日に終結した。ギリシャは2度のバルカン戦争を通して、国土は90%、人口が80%増加したが、新たに少数民族を抱えた上に、未回収の地域も、 存在、さらに戦費の消費による莫大な赤字を抱えることとなった。ベニゼロスはこれらの戦争による財政赤字などにより国力が低下したため戦争を望んでいなかったが、1914年6月サラエボ事件が発生するとギリシャも巻き込まれることとなった。第一次世界大戦が勃発することによりギリシャは複雑な関係に巻き込まれることとなった。 中央同盟側のドイツ皇帝ビルヘルム2世は、ギリシャ王コインスタンデーノス1世の義兄にあたること、中央同盟国であるオーストリアに敵対するセルビアとバルカン戦争時に相互防衛条約を結んでいること、また、ギリシャは建国以来、中央同盟と敵対する三国共商国であるイギリス、フランス、ロシアの保護国であったことや、フランスからの借款で、 ギリシャの経済が成り立っていたことなどが存在し、さらに、オスマン帝国やブルガリアの立場が不明であったことであった。このため、連合国は、オスマン帝国とブルガリアを敵陣営に引き込む可能性が存在することを考え、また、ギリシャ軍内部にも親ドイツ派が存在していたことから、ギリシャは中立の方針を採用することとなった。しかし、1914年、 オスマン帝国が中央同盟国側に参戦したことにより、イギリスはアナトリアの西海岸を与えることを約束して、ギリシャへの参戦を促したが、イオニアスメタクサスを中心とする親ドイツ派の軍幹部、国王らが反対したためベニゼロスは辞任して、選挙を行い、これに勝利した上で再度、首相に着任したが、この時は参戦しなかった。しかし、10月、ブルガリアが、 中央同盟側で参戦すると連合国はギリシャへ参戦の圧力をかけ始めた。議会はセルビア支援の決議を行ったが、国王はこれに反対、ベニゼロスは解任された。この最中、連合軍はテッサロニキへ上陸し、エーゲ海北岸を占領。崩壊したセルビア軍支援のための圧力をかけており、さらに、ブルガリア軍はギリシャ領であったマケドニアに侵攻。 カバラも占領された。この事態に至って、ベニゼロスは、テッサロニキで、臨時政府の樹立を宣言、ギリシャはに分割されることとなった。ここで、激しい戦闘が行われたが、1917年6月、国王コンスタンディノス一世が亡命、ベニゼロスは、アテネへ戻り、議会の最小集を行い国王支持者追放、さらに基盤を固めたが、これにより、 ベニゼロス派と国王派との対立は和解構築が不可能な状況に追い込まれていた。その後、ギリシャ議会は中央同盟側との国交断絶と戦線布告を決定。これによりバルカン戦線は連合側に有利に働き、第一次世界大戦は連合側の勝利で終了。ギリシャは戦勝国となった。ベニゼロスは パリ講和会議に参加すると小アジア西部、トラキア東部、イピロス北部の要求を行ったが、イタリア軍がアンタルヤに上陸したため、1919年5月、ギリシャ軍も小アジアへ上陸。このため翌年のセーブル条約で、イズミルを含む小アジア西部のギリシャ活譲を得たが、ギリシャ軍は、セーブル条約で規定されて、箇所を超え、さらなる領土拡大を目指していた。 この時、ベニゼロスは選挙で敗れ、コンスタンディノス一世による申請により、ベニゼロス派が政府要員から追い出されていたが、この方針は維持した。小アジアでは、ギリシャ人のポンドス共和国、クルド人による、クルド国家などトルコの少数民族が、自らの国家設立を企んだ活動をしていたが、これを危機とした、トルコ人及び、ムスタファケマルラは、アンカラで、 革命政権を樹立、各地の分離活動の鎮圧に、消極的なオスマン帝国に代わり活動を開始した。ギリシャ軍は小アジアの各地を占領してはいたが、革命政権はこれに反撃。1923年9月までに、ギリシャ軍は追い出されることとなった。この敗北により、 再びベニゼロス派の勢いが増すこととなり、ベニゼロス派のニコラオス・プラスティラスがクーデターを行うことにより、国王コンスタンディノス2世は退位、トルコでの敗北の責任を取って、6名が処刑された。1924年4月、ベニゼロス派は王政の審を問う国民選挙を開始、国内での王党派、ベニゼロス派の対立に決着を狙ったが、 これは見事にベニゼロス派の思惑通り、王政廃止、共和制以降が決定された。結局、セーブル条約で得た小アジアの領土は1923年7月に結ばれたローザンヌ条約により失われたが、ドベカネス諸島を除く英家界の当初を得ることとなり、さらに、ギリシャトルコ間で、住民交換を行い、キリスト教徒はギリシャへ、 イスラム教徒はトルコへそれぞれ移動することとなった。1922年9月プラスティラスのクーデターにより、コンスタンディノス1世は退位、ゲオルギオス2世が即位したが、1924年4月の国民投票により、王政の廃止が決定、共和制への移行が決定され、すぐに亡命せざるを得なかった。しかし、国内ではベニゼロス派、 ハンベニゼロス派による争いが発生が続くこととなり、1934年5月には、ベニゼロスは、亡命に追い込まれ、新首相ザルダリスのもと、王政復活が決定された。福井下、ゲオルギオス二世は、議会選挙を1935年6月、1936年1月の2度、行ったが、ベニゼロス派、ハンベニゼロス派らの議席がきっ抗、共産党が、 キャスティングボートと化した。この不安定な政局のために、国王ゲオルギオス2世は、極右政党の党首であったヨアニス・メタクサスを首相に、任命、この政局の打開を図った。メタクサスは議会を無視して、強引な政治運営を行い、労働運動に対しても弾圧を行い、さらに共産党がゼネストを企てたことから1936年8月4日、クーデターを敢行。 メタクサスによる独裁体制が確立した。メタクサスはファシズム的政治運営を行ったが、決してファシストではなく、農民の借金に対するモラトリアムを導入、第一農民、第一労働者と名乗りポピュリスト的な運営を行った。民衆たちはこれに賛同はしなかったが、否定もせずに過ごした。唯一の混乱はベニゼロスの故郷。 クレタ島で発生した暴動であったが、これもすぐに戒厳令が敷かれたことにより鎮圧された。メタクサスはドイツと接近しながらもイギリスとの友好関係も続け、戦争の影の忍び寄るヨーロッパの中で中立を守るべく行動していたが、イタリアによるアルバニア占領以降、数軸軍への参加を呼びかけられ、さらにイタリアは最終通告を行い、ギリシャに脅しをかけた。 しかし、1940年10月28日、メタクサスはこれを拒否。ここに、イタリア軍によるギリシャ侵攻が開始された。メタクサスはイギリスに支援を求めた上で、イタリア軍を押し戻し、一時的にはアルバニアまで逆に、攻め込んだ。しかし、ユーゴスラビアにおけるクーデターにより、 ユーゴスラビアが数軸国側から離れようとしたため、ナチスドイツはこれを占領することを決定。数軸軍はユーゴスラビアを占領し、ギリシャへ攻め込むこととなった。その最中、メタクサスは病死、後を継いだアレクサンドロスコジリスも混乱の中、自決し、1940年4月27日、ドイツ軍はアテネに入場、国王やコジリスの後を継いだ首相。 ツデロスラは、クレタ島へ避難した。しかし、そのクレタ島もドイツ軍の攻撃を受け、国王、ツデロスラは、カイロへ亡命することとなった。ギリシャは、ドイツ、イタリア、ブルガリアの数軸国参加国によって、分割占領されることとなり、苦難の日々を迎えることとなった。第二次世界大戦で、数軸軍に占領され、多大な損害を負ったギリシャは、 数軸軍の占領が終了し、解放された後も長い内戦を経験することとなった。内戦により、両陣営は、残虐な行為でお互いを傷つけ合い、共産主義者、反共産主義者の争いと化し、ただでさえ欠乏していた物資は、共産主義者を封じ込むために使用され、他の国では、経済復興に使用された。アメリカの援助も、ギリシャでは軍備に使用された。 その結果、内戦終了後、トルコと並んで、バルカン、地中海東部におけるアメリカ合衆国の用途化し、ブルガリア、ルーマニアを抑えていたソビエト連邦と対峙することとなった。アメリカ合衆国は、ギリシャの内戦に介入以降、政治にも介入し、官僚や軍首脳の人事にも介入し続けた。1950年、ギリシャは、朝鮮戦争に参加。 さらに1951年9月には北大西洋条約機構にも加盟、1953年にアメリカ軍の基地が構築されることとなった。アメリカ軍はギリシャへ介入するにあたり、ギリシャで強い影響力を持ったギリシャ軍を足掛かりにしており、ギリシャ軍は民衆や政府にではなく王へ忠誠を誓っていた。そして1953年、 共産主義者の監視を行う目的で、ギリシャ情報機関が設立され、CIA の全面的バックアップを受けた上で、広範囲にパイプを巡らせ、共産主義者の監視を行った。このように戦後ギリシャにおける政策運営は、社会の再構築に向かわずに、共産主義の打倒へ向かっていた。内戦終了後の1950年2月、 ギリシャにおいて1947年以来続いていた戒厳令が解除1950年3月比例代表に基づいた総選挙が行われザルダス率いる人民党がなんとか第一党になったが中道諸派の三派連合勢力に政権が委ねられたしかし安定多数を保持しておらずギリシャ政局は不安定と化し1951年9月 再度、総選挙が行われ、右派勢力を結集した、アレクサンドロス・パパゴス率いる、ギリシャ国民連合が第一党に躍り出たため、政局の流動化が促進された。しかし、アメリカは、右派での安定を望んだため、これに、介入、1952年11月16日に、総選挙が行われ、パパゴスが政権を担うこととなった。パパゴスは、 第二次世界大戦以来の経済的混乱に決着をつけることに成功。1953年、陛下切り下げや同時に行われた通貨管理政策などのインフレ抑制も、功を創始。1960年代には、経済発展が始まりつつあった。この頃、キプロス島における人口9割を占めていた、ギリシャ人はもともと、ギリシャ本土への編入を強く求めていたが、 キプロス島はイギリスによって統治されていた。そのイギリスはキプロスを手放す気はなかったが、キプロスにおいて、ギリシャ系のキプロス解放民族組織による活動が開始されたことから、これに対抗するために、トルコへ、この紛争に対し利害関係を主張するよう促した。結果1955年5月、イスタンブールで暴動が発生してしまい、 ギリシャ人コミュニティが衰退することとなった。これらのことから、トルコ政府はギリシャへの併合を認めず、分割を主張するようになった。1955年、パパゴスが死去すると、コンスタンディノス・カラマンリスが首相に任命され、1956年2月、総選挙が行われ、中道と左派が結成した。 民主連合が48%得票し、与党であるギリシャ国民連合が改組された国民級新党を上回ったにもかかわらず国民級新党が過半数を得ることになった。安定多数を得たカラマンリスは首相に在任した1963年までに国民所得の倍増など経済の安定化に成功していたが1958年の選挙では 国民急神党は、得票数が前回を下回ったにもかかわらず、過半数を取得したが、左派が第二党に躍進していた。カラマンリスは、キプロスのために、東本清掃したが、結局キプロスがギリシャへ併合されることはなく、イギリス連邦に所属する、共和国として独立、ギリシャ、トルコが小規模な部隊を送ることにより、これを保証することとなった。 それまで内政には問題を持っていなかったカラマンリスであったが、選挙を1961年に行うことを決定すると風向きが変わり、中道諸政党が統一され、ゲオルギオスパパンドレを率いる中央同盟が結成された。これは雑多な主義が混合しており、やがて解散することになるが、1961年の選挙では民主左翼連盟を追いやることに成功した。 しかしこの選挙は、暴力と疑瞞の選挙と呼ばれる悪名高いものと化した。しかし、これらの所作にもかかわらず、中道連合が第二党に躍進、指導者ゲルギオスパ・パンドレウは、民主的な選挙を求め、たゆまない闘争を宣言。この混乱の中、左翼民主連合の指導者グリゴリス・ランブラキスが暗殺され政局は悪化の一途をたどっていた。 さらに1963年11月の選挙では、中道連合が勝利を収め、パパンドレウが、疎格。さらに1964年2月に再選挙が、行われ、パパンドレウ率いる、中道連合は安定多数を得て、政権確保に成功した。一方、右派のカラマンリスは、王室、特にドイツ生まれのフレデリキ王妃と対立。 1963年12月亡命した。パパンドレは政権を得たが、キプロスでは危機が迫っており、1960年のキプロス協定に定められていた三国による共同統治が崩壊し、キプロス大主教であり、大統領であったマカリオスは、トルコ人の権利縮小を求めたがこれをトルコ政府が拒否。 ギリシャ人とトルコ人の間で1960年12月末から激しい戦いが始まりトルコがキプロスに介入する危機が迫っていた。これは1964年にアメリカ大統領リンドン・ジョンソンの強行発言により回避されたが国連の平和維持軍が介入不安定な平和がキプロスに訪れた。これ以降、キプロスではトルコ人、ギリシャ人の住み分けが 強制的に行われ、二重の統一案が提示されたが、これを、パパンドレウは拒否、アメリカの不況を買うこととなった。また、パパンドレウは、国内で改革を進め、教育改革や、東側諸国との関係改善、内戦中より、獄中にあったものの釈放などを行い、経済関連では、息子、アンドレアスを閣僚に取り立て、ラツワンを振わせていた。しかし、 パパンドレウによる緩やかなインフレ経済政策は国内の特権階級には不安視されており、さらに軍内にもパパンドレウ政府を左翼的であるとして危険視していた。そしてアメリカは警戒を強め、さらにウハ連合はアスピラ事件を利用して中道政権へ攻撃を開始した。そして国王コンスタンティノス2世は国王の権限問題を背景にして、これに 介入、1965年7月にパパンドレは、辞任した。しかし、これに、民衆はデモを開し、70日間運動もしくは、国王一揆と呼ばれることとなる。その後、首相に、コスティス・ステファノプロスが任命されたが、政局の混乱と国内の不安定さを収めることは、できなかった。この混乱の中、ステファノプロスは、 国民級神党党首パナヨティス・カネプロスと合意して1967年5月、総選挙を行うことを決定、超党派の選挙管理内閣が取り仕切ることとなったが、アンドレアス・パパンドレウの問題で、内閣は崩壊した。そのため、国王は、カネプロスに選挙を託したが、その数日後の1967年4月21日、 下級将校グループによるクーデターが発生した。このクーデターは、中道連合の勝利が確実視されたためであったが、国王、軍首脳、労働組合、政党すべてが今日疲れた状態であり、ギリシャ陸軍が権力を掌握することとなった。カネプロスはこれを拒否するよう請願したが、国王は、クーデターの首謀者スティリアノスパッタコス順将。 ゲオルギオス・パパドプロス・大佐ニコラオス・マカレゾス・大佐らによって形成された、元県次長コリアスを主犯とする、偽りの文民政府をやむなく承認した。国王は、偽りの文民政府を承認したが、1967年12月、逆空デターを仕掛け自体の収集を狙った。しかし、素人じみたその行動は軍によって、すぐさま鎮圧され、国王は、 ローマへ亡命した。ありがとうございます。